はい、蒲郡市竹島からのですね、まあ、夕暮れ、今6時ぐらいですけどもね、明日からは10月になります、クラシックホテル、そして、まあ、こちらが宮町で、工房さんがね、見えます。で遠くには、豊橋の明かり、田原の明かり、そして八乙女神社がですね、ライトアップされています。竹島です。夕暮れ時もですね、まだまだ素敵な時間だと思います。まあ、冬になるとね、風がビュービューで、ちょっと渡るには大変なんで、今のうちに皆さん来てください。はい、愛知県蒲郡市、竹島のですね、桟橋の上にいます。これからね、八乙女神社、そして蒲郡の景色ね、夕暮れ非常に綺麗なんで、ぜひ皆さんね、来てください。はい、映画のね、ワンシーンみたいに、非常に綺麗です。竹島で、桟橋です。